2699回始めます。はい、今日最後です。ようやく終わりが来ました。今日はひどかったね。いつもにも増してひどかったね。なんか選んだ記事がね、ちょっと説明しづらかったね、今日全般的に。まあ読み込みが浅かったっていうのもあるんだけど、全体的に今日もひどかったね。毎回ひどかったね、本当に。ちょっとね、件数、なんていうのかな、トピックスを集めなきゃっていう焦りがあってね、喋りにくいのもね、選んじゃうんだよね、私。それがいけないね。喋れるだけを選べよっていう話なんだけど、最後、長野放送から、まあ、このチャンネルで何回もやってる、これも空き家問題。ね、最近もう、毎回のようにやってるんですけど、結構この長野放送、空き家問題で苦しむ人の気持ちっていうかね、何で苦しんでるのか、まあ、うまく代弁されてるんで、そのキーワード、私ね、まあ、こうやってもう2700回近くやってるわけじゃないですか。これだけやってると、もう2年ぐらい喋ってるわけですよ。大体ニュースってね、6割方、同じニュース繰り返しですよ。痴漢だったり、盗撮だったり、虐待だったり、性犯罪だったり、パワハラだったり、まあまあまあ、そんなところが多いんだけど、だから同じこと言ってるようだけど、まあね、私、同じことを繰り返すっていうのは、意外に大事だと思ってるんです。うん、だから、空き家問題ももう何回もやってるけど、ね、上書きじゃないけど、何回も喋ることね、もう飽きたよっていう人いるかもわかんないけど、私はね、どんどんね、何回も出てくるニュースっていうのはやっぱり大事なニュースが多いわけだから、この空き家問題もこれからね、日本はね、高齢化社会で介護のこととかね、うん、それで苦しんでいくけども、日本人ね、まあ、全世界的にそうですよ。空き家でもね、苦しんでいくと思いますよ、空き家問題、うん、で長野放送、空き家に悩む家主ね、5軒に1軒、ね、長野県ではもう5軒に1軒が空き家だということ、県内では20万戸超ということで、うん、切実な声、ね、空き家問題で苦しむ方、何が大変なのか、うん、管理がとにかく大変、うん、あと固定資産税っていうね、この税金も毎年毎年かかってくるっていう、あと解体するにもお金がかかる、安くても売りたいっていう、これが切実な声だっていうことでね、私もこの今空き家という名の廃屋という名の空き家で私喋ってるんですけど、私もこれ全く同じ切実な声、これ全く同じ、管理が大変、はい、大変です、私、うん、固定資産税が大変、はい、大変です、毎年10万円払ってますよ、私、この空き家のために、はい、あと解体にもお金がかかる、はい、私の空き家これね、この廃屋解体したら、まあ、ざっと、まあ、500万はいくか分かんないけど、まあ、普通の一軒家で大体150万から200万ぐらい、普通の家でですよ、普通の住宅地の200万ぐらいはかかるんじゃないかっていうのが解体の、今ね、解体費用も上がってきてますからね、うん、なんだけど、この田舎はちょっとね、私のところこれ建物5つぐらいあるから、うん、多分ね、500万弱ぐらいかかると思うんだ、この私の空き家解体に500万かけてらんないからね、これ、うん、で、安くても売りたいってね、この、まあ、なってるけど、私はね、安くても売りたいとは思ってない、うん、まあ、いろいろ事情あるんだけど、私はね、ちょっと省略しますけど、まあでもね、この気持ちはわかる、安くても売りたいと、もう何だろう、ただでも売りたいと、ただでも売りたいという気持ちもわかる、うん、それぐらいね、空き家ってね、大変なんですよ、直面してる、問題に直面してる人の心労っていうのかな、うん、本当に大変です、うん、はい、まあまあまあ、この中で、あと、遠く、自分が今住んでるところから遠くの、まあ、空き家を相続してしまった人なんかは、その管理に行く、まあ、家を掃除にしてしに行ったりね、状況を見に行ったりするっていうだけでもね、距離離れてると大変、これは私恵まれてる、私車で15分ぐらいだから、家から15分20分ぐらいだから、私はこれは大変じゃない、うん、通うのさほど、でもね、遠くからね、車で3時間とか2時間とかかかるようなところに空き家ある、
あと電車とか使っていかないといけないっていうような人は大変だと思いますよ。うん。ねえ。ねえ、距離が離れてると簡単にはいけないしね。あと単純に固定資産税も毎年かかると。うん。ねえ、何か有益なものなら、固定資産税、うん、かかってもいいけど、全く価値のないものとかね、資産価値がなかったり、いうところ、買取手がいないような物件になんで固定資産税かかるんだというふうな気持ちにもなるよということですね。はい。空き家はね、ほんと大変。あと解体するにも本当にお金かかるしっていうね、毎回お話ししてますけど。ね。まあ、この空き家ね、まあ今まで私言ってないんだけども、多分将来日本でこうなるだろうと。だってもう今現在でももう600万戸とか800万戸とか900万戸とか空き家あるってね、まあ数正式などっからがどういうものを空き家と認定するかにもよるんだけども、まあおそらく、うん、最低でも600以上が多かったら900万戸ぐらい今日本にあると思いますよ、空き家。うん、これはもう膨大な数なんでね、もう多分個人に任せてたら増える一方なんで、将来的には間違いなく行政なり国なりがまあ、自治体がお金出すとかね、その何割出すかは別にして、もう国も補助つけてっていう形で行政大執行バンバン行われるようになると思いますよ。で、まあ、いい例が福島原発でね、帰宅困難区域なんかね、もう何年も放置されて、もうなんかね、イノシシとか野生動物に荒らされちゃってる、ね、自宅とかいっぱいあったのを、これね、まあ、どんどん、まあ、次はこの家、次はこの家っていうことで、どんどん解体していったんですよ。帰宅困難区域とかで。もうだいぶもうほぼほぼ終わってると思うんですけどね、解体産業っていうのはね、そういう民家の解体産業。これほとんど、まあ、原発事故、ね、東京電力および国が金出してやったんだけども、ああいう形で、もう日本全国、にある空き家っていうのはどんどん、はい、次はここ、次はここ、今年はこの 何万件やりますとかね、今年は、まあ、例えば、まあ、どこでもいいですよ、名古屋市だったら名古屋市で、今年は2万件やりますとか、来年は3万件やりますとか言って、次々ね、業者、まあ、なんて選定してね、うん、なるべく安い価格で入札してもらって、件数こなせばね、1件あたり安くできますから。業者の方としてもね、で安定収入になりますんでね、一件ごとやるよりは、もう、はい、次はここってやってた方が、1件あたりだいぶ解体費用も安くなるんで、将来的にはね、おそらくそうなってきても、もう数が膨大になりすぎて、ね、個人の、うん、判断では、まあ、お金があるなしもあるでしょうしね、費用があるなしもあるでしょうし、うん、維持管理もできないからということで、希望者はおそらく募って将来的には順次解体していくっていう形になると思うよ。いい例が福島原発にまつわるね、解体産業。もうだいぶ終わったと思うけど、うん。だいぶ進んだと思うけど、まだやってるのかもわかんないけどね。はい。ということですね。おそらくこれもう個人に任せてたんでは、うん。景観も悪くなるし、治安も悪くなるしね。これからの自然災害増える中で崖崩れとかね、うん、とかあとね、周辺住民ね、家屋が倒壊した時の怪我とか事故とかね、地震とかで倒壊した時の怪我、周りへのね、被害とか考えると、やっぱりね、行政が多少なりとも絡んでいかないと整理っていうのはつかないと思うよ、これ空き家問題っていうのは。絶対そうなっていくと思う、うん、もう個人に任せてたんではにっちもさっちもいかないもの、この空き家問題は。ということでね、まあ、テレビ番組でもクローズアップ現代とか NHK スペシャルでも多々扱われてるしね、もう過去何度も私もやってるんだけども、まあ私は空き家で悩むね、一空き家問題抱える人間として何回も扱ってますけど、これからも扱っていくと思いますよ。はい、私の場合はね、当面売るっていうちょっと事情があってね、ことはするつもりないんですけども、
はい、相続してね、使う予定が全くないよと、自分にとって価値ないよって場合は、相続した人、物件の状態がいいうちにね、売り飛ばしてしまった方がいいと思いますよ。一番いい。うん、はい。管理なんてとてもじゃないけど、できないから、空き家。うん。っていうことですね。それが一番いい。ね、売れる人は、うん、売った方がいいと思う。時間かかればかかるほど、資産価値目減りしていきますしね、売れなくなっていくから。はい。終わりたいと思います。ありがとうございます。今日ひどかった、本当に。うん、ひどかったんだけど、ありがとうございます。チャンネルね、登録していく方、ね。次頑張るんで、登録しててください。お願いします。ありがとうございます。またね、5日後ぐらいに会いましょうということで終わります。ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。さようなら。